はい、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、こゆちゃんが歯磨きを始めたらこの2本の歯から磨いてくださいっていう話をしていこうと思います。はい、その2本の歯っていうのはどこかというと、よいしょ、もう一回持ってきました。こうやって磨いてたね、この牙のとこと、このよいしょ、奥の歯、ここね、この2本からスタートしていくっていうのを今日まずね、覚えておいてほしいかなと思うんです。で、やっぱりね、この2本の歯、ね、汚れ、ね、すごくつきやすいんです。はい。で、ここの、よいしょ、歯の、この表面とかもね、もちろんつきやすいんですけども、特にね、この根元、歯と歯茎のこの間の根元ね、ここがまたすごくつきやすいんです。はい。なので、そこをめがけてじゃないんですけども、そこを意識的に汚れを落としてあげる必要がある。っていうことなんですね。で、よく聞かれるんですけども、ガーゼとかね、こういう拭くやつね、こう、なんか、ま、手に巻いてやるやつと、まあ、歯ブラシ、これどっちがいいんですかっていうことなんですけども、まあ、厳密には両方必要なんですよ。厳密に必要なんですけども、やっぱり、こと、歯と歯茎の間を磨くのには、やっぱり歯ブラシが一番効果的なんですよね。はい。なので、ぜひね、歯ブラシを使いなら磨いていただきたいと思います。で、今回は、特別に、そのね、二つの歯のさらに、まあ中級者ぐらいかな。中級者ぐらいの方は、ここも意識して磨いてくださいっていうポイントを一つお伝えしておこうと思います。それがですね、よいしょ。この二つの歯の、このこっちの歯。ね。このこっちの歯の、この溝なんです。溝。ちょっとピン取ってるかな。はい。この溝。ね。この大きい歯のところの真ん中っていうのは溝があります。はい。なので、普通にまっすぐ横にゴシ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 磨いたのでは、ここの溝のところに歯ブラシの歯、歯ブラシの歯、うん、歯ブラシが届いていないんです。意外と。あんまりですよ。全く届いたわけじゃないですよ。へこんでるんで、見事に届いてないんですよね。これ見えたらわかるかな。ここなんですけどね。ここ歯ブラシのこうするとこ見えます?ここ。ここね。ちょっと隙間が空いてるじゃないですか。なので、そういった形で磨いてるつもりなんですけど、もちろん磨けてるんですよ。歯と歯茎の間と磨かれてるんやけども、ここの溝は意外と届きにくかったりするんです。なので、歯ブラシの先とかを使って、ちょっとここを意識的に磨いていくっていうのを、ぜひやっていただきたいと思います。っていう形で、この2箇所のポイントを押さえるんですよっていうのを、宿題でまたまとめてお伝えしていこうと思います。では今日の宿題はこれです。はい、ですね、今日は、この歯磨きを始めたんやったら、この2本から磨いてください。それがこの牙と奥歯、この2本ですね。もちろん全部大事なんですけども、まず始めるんやったら、この2本。で、今日の宿題なんですけども、どちらかというと、ね、もちろん両方大事なんやけども、さらに言うとどっちの方が大事なのか、大事なのか早めにやった方がいいのか、っていうのは、奥歯です。奥歯。はい。理由はですね、いろいろあるんですけども、まあ、二つかな。まず一つ目、先ほど言ったんですけども、ここの溝に一番汚れが溜まりやすいんです。これが一つ目の理由。二つ目っていうのは、この歯っていうのは、ご飯を噛む歯です。はい。なので、大きね、年重ねていっても、ガジガジガジだとしっかりご飯を噛んで食べる。硬いものでもしっかり噛んで食べれるように。硬いものって硬すぎたらダメですけども、ある程度の硬さも自分でちゃんと切って食べれるようにするためには、この奥の歯っていうのは必須なんです。なので、ぜひね、残してあげたいなっていった意味で、まずここの、奥歯から磨いていくっていうのを意識的にやってみていただきたいと思います。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。